キュメンタリー。こんにちは、みほです。今日はお友達のお誕生日プレゼントを買いに行きました。いいものが見つかって、その後でランチを食べて、コーヒーを飲みながらいろんなお話をして楽しい時間を過ごしました。お友達はオムライスにエビのクリームがかかっていたもので、私はラザニアを食べました。家に帰ってきてから作り置きを作りました。最近少しずつ料理をするようになったんですけれども、調味料の減りが早いです。今まではそんなに料理をしなかったので、例えばお醤油を買うときも、割高だとしても一番小さいサイズのお醤油を買っていました。ですが、ちょうどさっきお醤油が切れてスーパーに買いに行ったんですけれども、いつもより大きめのサイズを買いました。さすがに一番大きいサイズだと置き場所に困るので、中くらいのサイズを買って様子を見ようと思います。そうこうしているうちに出来上がったのがこちら、アスパラとキノコとハムの炒め物です。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。